くね YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけですね、前回にまた引き続きまして佐藤式インパケアなんですけども、今回は女性にすごくお得な情報というか、はい、リンパケアの仕方があるんですけども、小顔になるフェイシャルケアを、はい、やっていきたいと思います。なんか結構リンパケアのフェイシャルケアっていうと結構痛いイメージがあるんですけど、こうねグワッてやったりとかそういうイメージありますけど、これは本当に簡単でサッとできてすごい効果があるので、ぜひぜひ、ね、教えていただきたいと思います。はい、今回も長尾先生よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきましたフェイシャルケアをしたいと思います。佐藤式は優しく触れていくっていうのがポイントなので、産毛を触るような産毛をこう撫でるような気分でのタッチをよろしくお願いします。でちょっと珍しいケアも多いんですけど説明していきたいと思います。はい、それではまず最初に耳たぶの後ろですね、口をあーんって開いた時に引っ込むところがあると思います。そこを軽くつまみます。そうですね、耳ここですね。ここそうですね、そこですね。ここを軽くつまみます。圧はほとんどなくていいです。で両方つまむんですけど、この状態ですね。でこの状態で後ろ回しに4回回します。はい、1、2、3、4。で次に頬からエラに向けて撫で下ろします。1、2、3、4。でもう一度耳ですね、後ろに4回です。はい、1、2、3、4。で次は顎を動かします。下顎を前に4回出します。1、2、3、4。で次に左右に1、2、3、4。で締むだけのアイーンっていうのをやって、戻してあーんと開けて閉じますっていうのをやります。でもう一度耳を回します。はい、1、2、3、4。で頬ですね、1、2、3、4。でもう一度耳です。後ろに4回1、2、3、4。で下顎を前に4回1、2、3、4。横に1、2、3、4。アイーンってしてあーんと閉じます。もう一度耳です。はい、1、2、3、4。で、ここです。1、2、3、4。できればこう斜めにいきましょうかね。はい、1、2、3、4。で、耳ですね、後ろに4回。はい、1、2、3、4。で、顎を、下顎前に1、2、3、4。横に1、2、3、4。アイーンしてあーんで閉じます。でここまで3セットやったと思うんで、次に腕を回します。90度ですね、90度に開いて手は耳の方に向けます。で軽く脱力します。で後ろに4回引きます。1、2、3、4ですね。はい、で上を向いてアイーンってちょっとやったままの状態で後ろに回していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。までいったらまた耳に戻ります。後ろに4回回します。はい、1、2、3、4。もうちょっと小さく回していきます。はい、で頬を撫でます。1、2、3、4。耳ですね、後ろに4回。はい、1、2、3、4。で顎を前に4回です。1、2、3、4。横に1、2、3、4。ラインにしてあんで閉じます。でもう一度腕です。腕を同じポーズをして後ろに4回引きます。1、2、3、4。で上を向いて回します。はい、1、2、3、4。
と基本の腕回しと耳たぶ回しになります。次にフェイシャルに入ります。まず右側からやるので、左手を右の耳の上ですね。で、そうですね、ここに左手を右足の上に乗せます。で、左手から下にエラの方に向かって降りていきます。皮膚が動かない程度に撫でてください。で、次は頬です。左手をここに、その上に右手です。で、左手をこのエラの方に向かって下ろしていきます。1、2、3、4。次に口角からエラに向けて、口角からエラに向けて撫でます。顎の下なれば、左手で顎の下を1、右手で顎の上を2となれます。1、2、3、4。次に耳の下から鎖骨に向かってなれます。1、2、3、4、5、6、7、8。これをあと2回やります。頭側頭筋に伸びます。左手、右手で、エラの方に降りていきます。次に頬ですね。左耳、左手から1、2、3、4。で、口角1、2、3、4。顎の下、左手で1、2、3、4。で、エラから1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度ラストですね。上から、はい、ここまでが基本ですね。じゃあ、このままにスーパーリフトアップもします。左手でちょっとこう上げたいですよね。なのでちょっとこう斜めにキュッと持ち上げて、右手でこみかみのあたりを軽く押さえます。ふわっと、はい、そしたら左手で押さえてる手のところからスーッと撫でて、エラーの下まで撫でたら、エラーの後ろで親指で止めます。この状態で指と指の間を撫でます。はい、1、2、3、4。で、ここでスーッとして、エラーの後ろで閉じます。撫でます。1、2、3、4。で、こうですね、スーッといって閉じます。撫でます。1、2、3、4。今度顎の下でスーッといって、親指のところで止めて撫でます。1、2、3、4。で、押さえてる親指の上から1、2、3、4、5、6、7、8。で、上からもう一度スーッといって閉じます。撫でます。1、2、3、4。で、ここで、はい、スーッときて閉じます。撫でます。1、2、3、4。口角スーッといって閉じます。撫でます。1、2、3、4。あの下スーッといって閉じます。撫でます。1、2、3、4。親指の上から1、2、3、4、5、6、7、8。上からシュッてきて閉じます。撫でます。1、2、3、4。ここをスーッときて閉じます。撫でます。1、2、3、4。口角スーッときて閉じます。撫でます。1、2、3、4。あの下スーッときて閉じます。撫でます。1、2、3、4。親指の上から1、2、3、4、5、6、7、8。ここまできたら
向いた時にこっちはこういう状態になってるんですけど、やってない方は結構こっちにラインが下がってるので分かりやすいかと思います。ブーちゃんちょっと変わった気がしますね。ブーちゃんちょっと変わった気がする。目尻がちょっと今日むくんでましたからね。こっちすっきりしましたね。まあ、平らぐらいな。こっちはちょっと触っているみたいな感じがしますね。商品レビューのコーナー。グッズがあるんですよね。便利なグッズがいっぱいあるので、そちらの方もちょっと紹介してみようかなと思います。はい、先生よろしくお願いします。前回セルフケアっていうのをやったんですけども、セルフケアだと日常ちょっとできない時間帯もあるので、その代わりに出てるのがこういったグッズなんですよね。で、今こちらにいらっしゃるタケさんで、ちょっとどんな風に変わるか着用してみたいと思います。で、ちょっと腕が上がらないので、ね、ちょっと万歳してもらって、フレクサーアームっていうんですけど、腕の屈筋に沿ってバイアスが入ってるんですが、それを着用すると筋肉に作用して腕が上がるようになるんですね。本当ですか？はい、やってみましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じで、ちょうどこう、ここにですね、バイアスが入ってるんですね。親指から、ね、こっちは軽く。着用するともう腕がちょっと楽に上がるんですね。やりますかね。やってみますね。ギョーザ、落ちちゃった。あんま上がらないんです。やっぱり違う。あれ？でもなんかこう、血液が流れてる感じが。ああ、そうですね。しますね。はい。筋肉が柔らかくなると血流も良くなるので、可動域も広がるんですね。筋肉が可動域も広がる。ありますね。はい、こんな商品です。まあ、フレクサーアームです。はい、その他に靴下とか同じようにあるんですけど、はい、履くとむくみが取れたりする。足の方が楽になる感じ。そうですね。これフレクサーバストっていうんですけど、胸腔を整えるものなので呼吸が楽になったり、ちょっとバストもアップしてくるので女性には。胸元がいい感じです。そうですね。女性用の。そうです。ここカップがないんです。ちゃんとブラシでつけてください。下に。そうなんです。下に。で、こちらは前回のフェイシャルケアの時には手でやったんですけど、こういうブラシがあると、ちょっとタケさんにやりますけど、ね、こんな感じで撫でるだけなので、これやるだけで楽になるものです。はい。で、こちらが、あの、佐藤式で耳に輪ゴムをかける。はい、トリプタンプスとかあるんですけど、はい、耳に輪ゴムをつけたもの外は歩けないので、もうちょっとその同じような作用を持った、こういったイヤーフックって、あまり全部は出せないんですけど、うん、イヤーフックっていうのがあって、これを耳にかけると顎関節症の顎が緩んだり、リフトアップがしたり、肩こりが良くなるっていうので、あと可愛いのつけるっていうようなものもあります。この他にもいろいろ多分あると思います。そうですね、はい、シャツとかいろいろありますね。はい、ありますので、ね、よかったらこういうものでも試してみて、効果をね、皆様試してみようもいいかもしれません。はい、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。